アバター、ザ・ゲームは、ジェームズ・キャメロンが制作した同名の映画、アバターのテレビゲーム作品である。ジェームズ・キャメロン本人がこのゲームの開発に参加しており、このゲームに登場する一部のクリーチャーや乗り物は、映画にも採用された。また、原作映画が立体映画であったためか本作にもその技術が、組み入れられている。なお、本庫は、突起がない限り、 Xbox 360版を基準として綴られている。多機種の差分などについては該当項目を参照。なお、本記事の出展の大半はゲーム内辞書のパンドラペディアからである。映画史上最大のヒット作となったジェームズ・キャメロン監督の映画アバターのゲーム化作品である。このゲームは映画本編と 同時進行で開発されたため、映画劇中の音楽がゲーム内で使用されるようなファンサービスはないが、衛星、パンドラをはじめとした広大なフィールドや映画で使用された兵器類、小道具、動物、植物などが細かく再現されている。ゲーム内自動販売機の清涼飲料水は日本のものである。ゲームエンジンはファークライニのドゥニアエンジンが採用されており、 ゲームのマップもファークライン2のようなオープンワールドタイプであり、プレイヤーは好きな時に探検して美しいパンドラの自然を堪能できる。総勢数百名で作り上げられたというパンドラのフィールドはとても広く徒歩のみでは大変時間がかかる。そのため必要に応じて車両や航空機、パンドラの原生生物を操ることが可能である。なお、 ナビ側についた場合と RDA 社側についた場合とでは全く違うマップ上でストーリーが展開していく。ゲームシステムとしてはロストプラネットタイプのサードパーソンシューティングであり、プレイヤーが操る主人公は画面左下に表示される。主に敵との戦闘には中華機を使うことになるが、主人公がアバターとして生きる道を選んだ場合は戦闘方法やゲームシステムが 全く違うものとなる。よって本作は、プレイヤーの決断によって、ゲーム性も変化すると言える。XBOX360 では、XBOX live により、最大16名でのオンラインゲームが可能である。基本的にチーム戦であり、RDA チームとアバターチームに分かれる。22世紀。人類は、希少鉱物である、アンオブタニウムを求め、衛星。 パンドラ二陣を構える。だがここの酸素は人類にとって有毒であり、屋外での作業は困難であった。そこで、彼らは、人類と原住民、ナビの DNA を混合して作り上げた、肉体、アバターを作り上げる。ただし、これらアバターは一体につき、巨額の費用がかかることと、操縦者が限られるようであり、適合者も少なく等数の面では、スムーズとは言えなかった。 そんな中、主人公のエーブルライダーは、アバタープロジェクトに参加するため、パンドラの基地、ヘルズゲートに降り立つ。ライダーがここパンドラにやってきて二日目。ヘルズゲートの司令官ファルコは、アバターたちの中に、こちらの情報をナビにおこ流しにしているスパイがいるから、探せとライダーに命令する。そしてアバターとなって、アバターたちの拠点に加わったライダーは、このアバター計画のトップである。 ハーパー博士がナビ側に情報を与えていた裏切り者であることを突き止める。しかし、ハーパー博士はライダーにこう述べる。RDA の連中のやることは一方的でパンドラの自然を破壊してナビたちにも危害を加えている虐殺者であると。そこにライダーの通報を受けた RDA のガンシップが現れる。博士は RDA ではなく、 ナビ側の味方であることを断言し、まだ右も左もわからないようなライダーに、どちらの陣営を選ぶかの決断を迫った。本作は、英語音声日本語字幕という仕様である。日本語吹き替えはない。ただし、字幕が小さく視認が困難である。また、映画にも登場したキャラクターたちは本人らが声を吹き込んでいる。ナビとは、衛星。 パンドラの先住民である。NA6 と区切って発音する。より詳細は映画の記事を参照。Windows 版は国内では発売されていない模様である。Wii 版ではバランスウィーボードによる体重移動でバンシーを操縦したりと、Wii らしく体感的な操作方法が独特である。しかしながら、Call of Duty さん同様、日本語版の発売予定はない。 DS 版では、ナビ族の青年が主人公のオリジナルストーリーが展開する。体験版が配信されている模様である。日本語公式サイトや説明書には、この機能の使用法などは一切記載されていない。おそらくは、3D 対応テレビと周辺機器が必要とされる。このゲームのオプションによると、 3D モードを ON にした上で、オプションメニューのスクロールバーを動かすことにより、3D レベルの強弱を設定できる模様である。UBI ソフトモントリオール。ありがとうございます。